えーとね、今、午後1時半ぐらいですね、えー。精神科の先生から電話が来まして、今ね、無事に診察がね、終わりました、えー。もう30分以上ね、喋っちゃって、もうそれだけでもね、もう非常に罪悪感感じるんですけども、まあ、このぐらいはね、しょうがないのかなっていう気もしなくもないんですけどね。 で、えっ、ー、と、薬の相談をして、まぁ、あ、ちょっと変更がありましたね。それから、まぁ、あえー、普段どうだっていうことですけど、まぁ、あ、人間関係のこととか、あと症状の辛さとかね、そういったことを先生に話しできたんで、まあ、一通りは、えー、話しこぼしなく、えー、伝えられたんじゃないかなと思います。で、電話切った直後ね、もう先生はね、あんまり、こう、 楽しそうじゃないっていうか、あの、もう全然こう明るくないんですけど、だから電話ね、長くなって申し訳ないなって気持ちで電話を切ることになるんですけど、言いたいことは全部言ってるんで、やっぱりすごいスッキリはしますね。で、次がね、なんか1ヶ月後ぐらいだったんですけども、まあ3ヶ月週間でね、一遍でね、取れればね、それが一番良かったんですけど、はい。まあ、 とりあえずね、え、今、話してスッキリしたね、気持ちとか、先生に相談したことをね、ちょっと、えー、取り入れて、次はね、生活していこうと思います。で、まあ、寝がくばなんですけど、まあ、もう2月に入っちゃったんですけどね、バレンタインもあるし、やっぱ春はね、恋の季節とか出会いの季節とかって言いますから、まあ、こういったね、新型ウイルスが、まあ、流行ってるね、時期においてもですね、まあ、異性とのね、なんか新たな出会いがね、あればいいなというふうにね、思っております。